生活はいい感じに戻ってはきてはいる。マレーシアでも第2波可能性もあるわけ。どうもコンサルチャンネル横山直です。今回はですね、マレーシアのアフターコロナの海外移住の生活はどうなっているのかということですね。ロックダウンとか MCO、 これが解除されて3ヶ月ぶりにですね解禁されたその日常生活ということで、マレーシアのですね現在の生活っていうのを解説していきたいなと思っております。でこの動画ですね最後まで見ていただきますと、マレーシア移住してどういう状態かっていうところですね、良いところとか悪いところっていうのが分かるようになります。あとですね、ロックダウンの後の生活どうなってるのか、どれぐらい制限があるのか、どうすればいいのか、ね、分かりやすく解説していきますんで、ぜひ最後まで聞いてみていただければなと思います。でロックダウン後のマレーシアの生活ということでですね、マレーシアだと MCO というものでムーブメントコントロールオーダー、3月18日からですね3月31日までの3ヶ月ほど、もともとは1ヶ月になってたんですね。そこから5月12日まで延長と、もともと3月18日のですねちょっと前、16日の夜にですねこれからロックダウンしますよということで、1日一応予備日あったんですが準備して、もうその18日からロックダウンだよということで、その MCO ムーブメントコントロールオーダーということで行動規制に入ったわけですね。どれぐらいの行動規制だったかというと、スーパーとか薬局は一応オープンしていると。そこに買い物行くのは OK なんですけど、一人でマスクをしてですね行かないといけないというような状態で、あとはですね、自由に行動ができない、例えば外でジョギングをしてると捕まるみたいな、そういった状況です。逮捕されるような状況だったんですね。自分のコンドミニアムって、そのマンションの敷地内で何かやったとしてもですねダメだということで、敷地内で遊んでもダメだし、プール入ってもダメだみたいな状態で、それも通報されるみたいな状況ですね。っていうのが3月18日から一応2週間という予定でやってたんですが、そこからですね5月12日まで延長で、気がついたら2ヶ月ほど5月12日まで延長されてました。でそこからですね CMCO ということで、コンディショナルムーブメントコントローラーということで、 MCO に C がついてですね CMCO、 6月9日までの条件付きの活動制限ということでやってきました。でこの CMCO になって何ができるようになったかっていうと、一応その家族でですね外出をすることができるようになったんですが、床屋とかですねそれもまだまだダメだったと。それも1ヶ月ほどあってですね、じゃあそこから今どうなったかっていうと、 RMCO ということで、リカバリームーブメントコントローラーということで、通常にですね戻していかないといけないということで、6月10日からですね8月31日まで RMCO という期間に置き換わったということなんですね。じゃあその今の現状なんですけど、州を超える移動ですね。それまで逆に言うと州を超える移動とか、日本で言うと県を超える移動っていうのは全部ダメみたいな状態で、外に移動しちゃいけないよということで、州を超える移動っていうのが全部制限されていました。でそれでですね、州を超える移動ということが制限されてたわけなんですが、それが OK だと。あとは旅行もですね禁止されてたんですが、国内旅行は OK だと。あとは OK になったのは散髪ですね。髪切って OK ということで、僕も昨日髪を切りに行ってきたんですけど、散髪店とかサロンとかっていうのも OK になりました。あとはですね、その市場とかですね、バザール、フードコートとかっていうのが OK になりました。であと博物館とか美術館も OK だし、大道芸 OK とか、セルフ式のランドリーも OK だと。それまでランドリーもダメだったので、自分家でとかですね、洗濯機ないとかどうしたんだろうっていう感じですけど、そういったところでランドリーも OK になりました。あとは釣り堀とかですね、会議ワークショップっていうのが OK になって、映画の撮影も OK だということになりました。バドミントンとかも今までダメだったんですけど、バドミントンとかアーチェリーとかボーリングとか、そういったですね、活動っていうのは OK になったと。で、あとは屋外での販売を含む商業活動も OK になったと。そういったところですね、それまではダメだったものがですね、OK になってですね、髪やっと3ヶ月ぶりに切るっていうこともできるようになりましたし、外で運動したりっていうのもOK になったということですね。今はもうですね引き続き RMCO 期間もですね禁止されている事項としましては、スポーツ大会もダメです。であとはマレーシア人のですね国外渡航がダメなの です、ね、僕らは日本人としてはですねマレーシアから出ることは OK なんですね。出たとしても日本に着いたら、日本ではですね2週間の隔離期間があったりとかですね、日本からマレーシアに戻ってくること、ビザを持っている人は今もですね日本からマレーシアに戻ることもできるようになりました。なのでビザを持っている、僕もその就労ビザって働いて OK のビザ持ってるし、世界で住みたい国1位になっている国がマレーシアなわけなんですけど、その大きな理由としては、その MM2H っていう投資家ビザっていうのはすごく取りやすいんですね。今1000万近くですね、銀行に預けたりとかすれば投資家ビザが取れるということで、その投資家ビザを持っている人も今はビザ持っているのでということで、日本からですねマレーシアに戻ってこれるようになってきました。ですからこれもですね、一応許可が必要だったりとか、いろいろ手続きちょっと面倒くさいっていうところはありますけど、入れるようになったと。ですからそういったところで国外の渡航っていうことではマレーシア人は厳しいわけなんですけど、そのビザを持ってる人に関してはやっと入れるようになってきたかなというところですね。で実際日本は今ですねタイとかベトナムとかですねオーストラリア、ニュージーランド、この4カ国に関してはかなりオープンになっていくと、そのずっと感染者数ゼロみたいな国は OK っていう話なんですけど、それでもですねアメリカは今でも1003万人以上が感染してますし、世界的に言うとですね1日の感染者数っていうのは過去最大とかにもなってるわけなので、なかなか海外から入れるのっていうのは日本も難しいだろうし、マレーシアもなかなか難しい状況かなと思います。あとはスポーツ大会、これも禁止、スタジアムとか公共プール、サッカーとかラグビーとかっていうのもまだまだできないですね。
大勢の応援者や観客監視を伴う活動っていうのはやっぱりできないと。まあ、日本もですね、プロ野球が始まって無観客でやってるとかそういう話も出ていますが、マレーシアも同じような状況かなと思います。まあ、そういった意味ではやっぱり1年後のオリンピックっていうのはかなり難しい状況じゃないかなっていうのは海外にいながらも感じているというところですね。あとはパブとかナイトクラブとか娯楽施設とかリフレクソロジーセンター、あとはカラオケとかですね、テーマパーク、宗教関連の行進、祝宴なので結婚式とかもダメですけど、オープンハウスとかっていう人々が密着する状況になるような活動っていうのは全部ダメですよと。結構やっぱりまあ厳しい制限がある中で生活がですねスタートしていると。で、まあ、その中でもですね、まあ、僕ら的には美容院行けるようになったとかですね、飲食店にも行けるようになったみたいなところがあるのでかなり戻ってきてます。ただですね、その飲食店もやっぱりソーシャルディスタンスということで、まあ、6人掛けのテーブルに4人だけ座るとかですね、4人掛けのテーブルだと2人しか座れないとかですね、まあ、その距離を取りましょうっていうところがどうしても出てくるので、通常のですね入れる人数に対して半分ぐらいっていうのが現在の飲食店なんですね。行列になったりとかですね、入りづらかったりとかっていうのも出てきてますし、ショッピングモール行ってもですね 50% も人手が出ていないような状況かなと思います。 50% も人手が出てないんですけど、入店の人数制限があってですね、全部チェックが入ったりとか、入店ごとに毎回体温を測るとかですね、アプリ使いながらですね自分の生活を見せないといけない、言わないといけないっていうような状況ですね。で、実際日本もですね、濃厚接触があったかどうかっていうチェックするアプリは出ましたけど、まあ、日本の場合は任意で使うかどうかっていうのを自分で選ぶことができるわけなんですけど、マレーシアの場合はそういったものを見せないと入店できないところがほとんどなので、かなり強制的にそういったアプリを使ったりとかですね、体温を測ったりとかっていう申告っていうのが必要です。ブラッと店に入るとかっていうのはなかなかめんどくさいですし、申告毎回しないといけないと店に入れないっていうところもありますし、まだまだリスクを感じてですね外に出ないっていう人もたくさんいるわけなので、じゃあいつも通りの日常生活かっていうと戻ってはきているんですけど、今まで通りっていうわけにはいかない。まあ、そういった意味では実体経済としてはやっぱりまだまだですね難しい部分もあると。日本からの先入国ができるようになってきたっていうところもありますが、ただじゃあどうなるか分かんないと。日本人学校とかもですねまだまだ再開されてないと。オンラインでの授業ですね、いつ再開されるかも分かんないし、インターとかはどうなるかっていうと、今だともう夏休みに入ってるようなインターも多くてですね、普通には学校には行ってないですね。全部オンラインでの授業みたいな形で、でも授業料は変わらないですね。日本人学校も授業料は変わらないと状態なので、教育のためにマレーシアっていうところも考えてる人もいるかもしれませんが、オンラインになってるから日本からでもインター行けるみたいな状態も作れなくはないかなというのがアフターコロナの時代なんじゃないかなと思いますので、わざわざマレーシアに来ないといけないのかっていうところは考えるっていうところかなと思います。マレーシアでもですね、じゃあ第2波があるかっていうと、まあこれはまだまだ可能性もあるわけですね。実際にマレーシアの今の感染者数っていうのは数名という形だと思います。まだゼロにはなってない状態で、隣のタイとかだともうゼロが何週間か続いてるとか、ニュージーランドとかそういったところもゼロが続いてるっていうような状態なんですが、マレーシアではまだ少ない人数ですけど、まあいるというような状況ですね。で、第2波の可能性としては外国人どんどん入れていくと、やっぱりその行き来があるとですね感染する可能性もありますし、マレーシアでも第2波の可能性っていうのは十分あると。この後どうなるか分かんないっていうところもありますので、生活はいい感じに戻っては来てはいるんですけど、このタイミングで移住しますっていうところになるかっていうとそうでもないかなと思います。まあ、そういった意味ではコロナによっていろんなことが変わってしまった中でですね、これ見てる方っていうのはマレーシアの生活とか移住とかに興味がある方もいるかもしれませんけど、やっぱりそのこのタイミングですね、行き来ができづらくなった、まあ、日本に帰っても2週間の隔離があったりとかですね、あとは感染者数が増えてきた時にどうなるか分かんないとかですね、いきなり明日からロックダウンスタートだって言ってから2週間で終わる予定が2週間とか伸びて結局2ヶ月やるみたいな状態っていうのは政府も含めてどうなるか分かんないっていう状況なわけですよね。ですからそういった中で生活をどこでやっていくかとかっていうのは考える必要があるタイミングだと思いますし、まあ、僕自身もですねマレーシアでインターネットのビジネスやらせてもらってるわけですけど、スタッフも10人ほどいるんですが、まあ、全員在宅でですね仕事をしてます。でこれがですねオフィスに行くのも3ヶ月ぶりに行ったりとかですね、そんな形なのでオフィス棟のビルの中のですねエレベーターが本当は2、30人乗るようなエレベーターなんですけど、5人しか乗れないと。もう40階ぐらいの高さのビルなのでかなり混むんですよね。2、30人乗っても混むところをですね5人しか乗れない状態だったらもうオフィスビルとしては機能しないわけですよね。だからそういったところをどうしていくかとかっていうのはまだまだ問題がありますので、そうなると、まあ、ビジネスもですねリモートでやるっていう話になっていくと。まあ、そういった意味ではどこでも仕事ができる状況にはなってきてるわけなので、まあ、日本の田舎に住むとかも含めてですねいろいろ考えるといいんじゃないかなと思います。ですからですねもう少し落ち着かないと移住がおすすめっていうことを言える状況ではないかなとも思っていますんで、そのあたりもぜひ知っておいていただければということでお話をさせていただきました。ではですね今回の動画いかがだったでしょうか。一言でもですねコメントいただけるとすごく嬉しいです。でいいねとかですね高評価もいただけると嬉しいです。
で、コメントですね、すべて読ませていただいてますんで、ぜひコメントいただければなと思います。で、僕自身はですね、アフターコロナの世界でも自分らしく成功する人を増やしたいと思ってですね、最新の価値ある情報をコンサルチャンネルということで発信をさせていただいてます。で、これからも成果値ある情報を毎日発信していきますんで、ぜひですね、見逃さないようにチャンネル登録をしておいていただければなと思っております。で、チャンネル登録していただいたらですね、隣のベルマーク、こちらも押しておいていただければと思います。本当に今たくさんの方はですね、チャンネル登録いただいて、もうすでに2万人を超えているというような状況なので、ぜひですね、チャンネル登録するのをお勧めしています。で、僕自身はですね、マレーシアのクアラルンプールでインターネットのビジネスということをやらせていただいてまして、まあ、それに関してはですね、詳しくは概要欄でいろいろプレゼントさせていただいてます。インターネットをどう使ってこれからの時代ビジネスでやっていけばいいかとかっていうこともですね、お話をさせていただいてますし、僕自身そのインターネットのコミュニティというのをやらせていただいてます。で、そのコミュニティもですね、経営者とか起業家、個人事業主の方、詳しくはですね、そちらのコミュニティの説明のウェブセミナーやってますんで、無料で見ることができますんで、下の概要欄からですね、見ていただければなと思っております。あとは、Twitter もやってますんで、フォローしておいていただければなと思います。それではまた次の動画でお会いできればと思います。ありがとうございました。